はい、こんにちは。こんにちは。今日こちら何をされてますか。草取りはちょっと時間中だから、暇を作ったということだね。それで店の前をきっときれいにしっかなと思って。そしたらね、この赤いね、コカもきれいだしさ、はい、草取ってあったから、こんなのもあるで、大きくなって。これコカブですか。コカブでね、赤カブだけどね、ほら、はい、こんな大きいのが。ほらも、すごいですね。すごい、びっくりしちゃって。おー。そういったから、で、ほら、今草取ってやったと。あらま、すごい、かわいいね。今日は、で、午前中ぐらいで、あとは天気が悪くなるかなと思ったら、はい、まあまあ、じゃあ、3時頃まで、はい、で、ここのお客さんも来るから、はい、ね、店の方の前を、はい、これを見てから、はい。後ろは、はい。あら、かわいいですね。かわいいじゃんね。だから、草取ってやろうかと思って、この周りをね。ああ、なるほど。こういうのはね、あるんで、箱根さんでね。はい。で、取った草はね、はい。こんなはね、取ったでしょ。はい。この実入れて、はい。いっぱいになったら、はい、これ今サッと切ったから、おお、ここに回してね、はい、そうしないと冬の草は根がね多いから、はい、枯れないですよ。なるほどね。生けてやればいっぺんにね、まあきれいになるから、はい、と喜んでちっと草取りをね35の前やらっかなというところです。はい、頑張ってください。はい。